警察によりますと、先月4日、伊賀市に住む60代の保育士の女性が、携帯電話に送られてきた NTT ファイナンスをかたるメールにあった電話番号に連絡したところ、男から30万円の未払いがあると言われました。女性はその後も別の団体職員を名乗る男から電話で、振り込んだ現金は後日返金される。あなたの携帯からウイルスが拡散されて損害賠償が必要だなどと、およそ700万円を請求されたということです。女性は複数回にわたっておよそ730万円を振り込み騙し取られました。警察は詐欺事件として捜査するとともに、おかしいと感じたときは警察に相談してほしいと呼びかけています。